はい、はい、では全国のマスターの皆さんこんにちは。こんにちは。ということで、今回はゴシックは魔法少年の、イベントのオリジナル曲アーヘイブンシーカーをですね、私が作曲させていただいてギタリストの伊沢さんにアレンジしていただきました、はい、ありがとうございました。どうですか、ゴマオツやったことないわけですけど。見たことはね、もちろんね、私がよく、ね、おすすめしたりとか楽屋とかでやったり見たことある、ね、シューティングでしょ。そうです、基本はね。まあでも作った曲もそのサウちゃんからね、はい、そのデモが上がってきた時は、はい、お、こう来たか、シューティングゲームにこう来たかってなんかアレンジするとよくいい感じになりました。そうですね、ありがたいことにいろいろとなんかゴマオツの今までの曲のまあピコピコ感があったりとか、あとはその既存の曲、うん、今までのイベントであるとか、はい、いろんな曲が入ってますね、うん、まあ6曲ぐらい J がメタルですけど、まあマスターのね皆さんはもう分かってらっしゃると思うんですけれども、そのまあ、私の方から言うと最初になんかキラキラキラみたいな音が5個ずつテン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 わかる方にはわかるし、わからない方にはわからないような使い方でずっとその既存曲がぐるぐる後ろで鳴ってたりとか、ちょっと形が変わってたりとかするので、ビスケットが嬉しいな、ギターにもね、メロディ弾いていただいたりとかしたいですけれども、というわけで、まあ、せっかくなので、皆さんにプレイしてもらいたいゴマオツをということで、はい、やってもらいたい、私のアカウントでやってもらおう。もうね、普段はそうもうスイッチばっかやってるかもね。スプラトゥーナーだということは、うん、もう重々承知なんですけれども。シューティングか。ショットがあるんですよ、うん、でショットファイヤーショットとかイーグルショットとかそういうもうちょっとかっこいいショットいや、違う、ブリザードキルとか、ブリザードキルとかね、とかあ、なるほど、ドライブシュートとかそういうのない、そういうのはない、それ結構これ系だと思う、 それはタイガーショット系になっちゃう、はい、すいません、許してくれ集中ショット、ここちょこっちいいですよ、もうどうにでも同僚してくれたらいいと思います。集中ショットっていうそこっちのショットがいい場合と拡散ショットの方がいい場合とかあるから、だからハーフウェイラインより後ろから打つ場合はその表しシュートとかイーグルショットの方が血を這うようにしてまあでもそんな感じいいぜっていう許して感じかな。近い場合はスカイラブハリケーンがスカイラブハリケーンとかそんな名前の感じするよね。そうですね、でもそんな感じの、うんうん、そんな名前も後々出てきます。それでだから場所場所によって集中と拡散ショットをこう、うん、タップで使い分けていく、はい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 、でコンボが100になるとほうラブマックス状態になります。100っていうのはそれ途中で途絶えたらダメってことよね。そうです、被弾してしまったら途絶え、あ、被弾をしたらダメなんだ、はい、じゃあでもその連続100要はその弾幕をかわしながら被弾せずに、はい、ずっとショットを当て続ける。そうです、そうです、炙り続けると、でそれ当たると何ですか、何やってんのって。あ、なんかそれぞれキャラクターがうめき声を上げます、うん、へえ、なるほどね、あーとか、うん、なんか笑っちゃったりとかする子もいます。なんかじゃあこっちの弾幕をもうちょっとやらないとダメよとかそういうことでねちょっとそうですね、まあもうちょっと頑張って やりなさいよみたいな、弾幕薄いよちょっと何やってんのまあでもそういうそのなんかツンデレキャラとかもいます。ブライトやるな、ね、はいはい、ダムネタでちょっと音も出なくなっちゃったから、ちょっと一回いやー、わかった、はい、ステージを選んじゃいますね。お
今なるべく簡単なところにしたいね最初は。いやでもせっかくなので。いやでも俺だってぶっちゃけ言うとあれよ、 R タイプとかしかクリアできないちょっとわかんないんだってば。もうなんかこう圧倒できるようなやつにしてほしいね。圧倒できるようなやつ、圧倒的じゃないかって相手が言っちゃう。難しい。あ、圧倒的じゃないか、難しいよな。ちょっと待って、ね、じゃあ今この状態なんですけど、うん、ここの使い魔編成を押すと使い魔編成、はい、こうなります。でこっち集中ショットって書いてあるじゃないですか。でこうするとキャラクターが選べます。で、これ今魔力順になってるので、魔力が高い方が強いです。はいはいはい、まあちょっとじゃあおすすめの、はい、押してもらって。そうですね。楽なのは多分ジギです。ジギタリス。はい、ジギちゃん。ジギちゃん。そうジギちゃん。ああジギちゃん。はい、なんで知ってるんですか。ジギちゃん。これフェンサーっていうのは。でもいいですよ。どれじゃあ分かんない、分かんない、分かんない。じゃあ難しいなこれ。そうですね、あんまり私はフェニックスで行くことない。フェニックスさ、じゃあちょっとやりにくいで行ってみようか。フェニックス、じゃあこれでいきますよ。方言魔剣。じゃあ集中はそれで、うん、じゃあ拡散を今度選んでください。拡散あの細い筋みたいな、うん、光の筋みたいなのがファーって出て、じゃあこれでいいですか。じゃあムチムチピンク、はい、そうですね。でここもここはサポートのショットですね。はい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 、はい、まあ大体今伊沢さんにやってもらうのはデスっていうモードなので、うん、一番難しいモードなので、そう歯が立たへん。これの追尾貫通攻撃っていうのは結構効くと思う、うん、大体使うので、まあじゃあこれを入れときましょう、はい、であと怖くなった時のために使えるのが全体攻撃ですね。やべえ死ぬ時に広範囲に、はい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 、なのでこいつを連れて行きましょうか。この子の名前はちなみにボルクレスっていう、ラナンちゃんのなんだろうな、半身半身神様なんですけど、サガとカノンみたいな感じかな。まあそういうことで、あともう一人は、コンボを稼いでいくとカンストっていう状態になって1万1000でコンボが止まっちゃうんですよ、はい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 、でそこからラブマックスにならなくなっちゃうので、はい、点数稼ぎたい人はラブマックスを強制的に発動させるスキルを持つ子を連れていくんですが、多分このショットだとそこまでいかないと思うので、うん、なんか好きなサーチレンサーもいいかもしれないですね。敵を勝手に見つけて、うん、ザーってやってくれる、やってくれるってことね、はい、はいはい、12秒間やります。はい、じゃあこれで行きたいと思います。はい、じゃあスタートですよ。はい、どうぞ。じゃあラーディング、ラーディング、ラーディング。基本的に、はい、あ、来た、はい、来たよこれ。なんかってこいよ。はい、こんな感じです。あ、これ雲で、全部前方から来るものは全て敵って思ってた。これ前も行ってもいい。あ、前行ってもいい。前に行くとこれ無理、こんな無理だ。何これ、何これ。あ、いい感じで。
で時々そのやべって思ったら下の3人いるよね、うん、これを押すんです。え、どういうこと？押すんだって。当たらず、当たらなければどうということはない。お、うまいですね。お、いい感じですよ。こう、なんかこう、ずれるの嫌やね、はい、手から。そうですね。おいしょ。おおおおおお。でも、よきよき第二中ボスを。はい、水時間数で出てますね。もうよく来たんですよ。まだ2人残ってますからね。そんな見てる余裕ある。うん、どっちかというと両手で繊維ついてるアクトも8点だよ。これちょっと自分が見えるところでやった方がいい。そうですね、指の上というよりは。そうですね。まあ、あ、でも私の出番するという。もうみんな私の出番。押していい？大丈夫です。もう3次連射やったら多分結構ゴリゴリ死んでいくんじゃないかな。これ結構当たり判定が、それも、あ、これちょっと大丈夫か、飛んでる。大丈夫、ボルプレスを。分かる、ボルプレス、ボルプレス押したらいいか。押して押して。こいつ、行きましたね。行きました。はい、浄化完了。スコア83万2000点ぐらい。831万でしょ。あ、そうか。桁がそのデスやった83万のはずない。目が痛い。すごい。お疲れ様でした。すごいね。勝利の声が聞けます。ああ、なるぞ。マグロなちゃんです。お疲れ様です。どうですか？まあ、なんか、結構あれよね。当たり判定厳しくないようにしてくれてるのかな。そう。やばい、羽が当たっちゃってるみたいな時でも、OK みたいな。あ、ちょっと待って、今の音。なるべく、火力が良さそうなヘルパーさんを。インフェルノ。インフェルノ。はい、インフェルノは全ての属性を無視してボコボコにするって言って、まあ、全員手持ちの人とか死んでもサポートがいれば多分大丈夫です。これ皆さん目なみなめになるよね。で、それを直すショットとかない？ないです。あ、ないのか。それ、じゃあ行くよ。再びお願いします。テイク2。アムロ再び。マーベラスだったんですね。はい、これニューレコード。はい、へえ。 SS 誰が言ってくれるかな。今の人見てた？世に運勝ったらこうなるぞ。ありがとうございます。お疲れ様でした。頑張るぞ。どうですか、目は慣れてきましたか？そうだね、まあ、ただ、まあ、心の目で、されど心の目は開いてるからね。大丈夫。なんだっけそれ。れてる、ね、いやー、こういうのはでもすごいよね。極めると、昔の俺とかったシューティングゲームとかすっごいやったけど、はい、本当にグラディウスとかサラマンダーとかさ、うん、R タイプとか本当にもう弾の弾、画面中弾だらけの世界みたいな。はい、ちょっとそれを思い出したね。あ、そうですね、うん、でもケイブさん の, あのシューティングゲームって結構もう弾幕の弾手箱やみたいな、すごい感じになるんです。ドドンパチ。へえ、いや、これはハマるね、はい。もうね、今これでも1日1回必ずやらなきゃいけないんでしょ。あの、なんかよく言ってるよね、やばいとか。ボーナスが出るんですよ、ログインボーナス。ーログインボーナス、あのよくアプリゲーであるんです。ログボ、ログボってみんなコインもらえたりするやつ、ね、そうです、そうです、はいはいはい、それ、あの動物の場合はそうです。その石っていうガチャを回すための石がもらえるので、うん、あの日課として必ずやらなきゃいけないことが項目があるんですよ、9個ぐらい。それやってやるとマックス、石が8つもらえるので、
へえ。で、スコアタっていうのは何なの？スコアタっていうのはスコアタック。そうですね。土曜日に必ず開催されている土曜アタと言われているあのスコアアタックがあるんですけど、そちらで順位を競うんですよね、点数で。ああ、なるほどね。はい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 。でそれによってそのランクがあって変動してくるんです。なんかさ、沙織ちゃんツイッターとかでたまにさ、はい、なんか割とこうコメントとかしてる人いるよね。なんとかすごいどうのこうってすごいですねみたいなとか。ああそうですね。ああいう人たちってやっぱ神なの。うん、そうですね。なんかなんでこんな点数出るんだとか。あ、そうなの。あの最近新ギミックが出てきたんですよ、うん、その近寄っちゃうと、うん、その隠れ箱の中に隠れて攻撃できない。で遠ざかれば出てくるんだけど、どうしたらいいのみたいな。どうやって倒すんだろう。そうそうそう。で倒すとめちゃめちゃ点数が稼いでできるんですけど、だからそういうのを全ショットみたいな、ほとんどの主要ショットでやってみたみたいな動画をやってくれたりとか、もう本当に神なのかなみたいなありがたいすぎるじゃないですか。自分で試す、ね、時間をわざわざ、ね、作って私たちに公開してくれてるとはみたいな、うん、すごいね。ありがたいですね。あとはそのもう、まあでもそれだけさ、やっぱこうケイブさんがその魅力のあるゲームを作ったってことやもんね。そうですね。そこに感服するね。4周年なんですよね、今年で。え？そうです、このゲーム。そうです、そうです。4年やってるの。そうです、そうです。で、だいたい最近リリースされてるあのものっていうのは寿命2年ぐらいって言われてるんですよ。ほうほう。だから4年はすごいね。そうだから通常寿命の2倍生きてるってことなんですよ。へえ。それだけ愛されてるっていう。じゃあね、3倍4倍と。そうですね、本当に3倍4倍のうちにいつかその使い魔として私がこの中に出るっていうのを目標にしてるんですけど、出るんじゃないの、それは。どうだでしょう。で、それは出れるでしょう。頑張るしかないですね。あの今回お付き合いいただいたわけなんですけども、あの前もね、ギルドバトルっていうあの音楽だけのイベントがあったんですよ、うんうん、でそこでも弾かせていただいたりとかしたんですけどね、もし今後またそういう音楽イベントがあったらね、うん、あの伊沢さんにもお声掛けさせていただいて、ぜひこの曲をね、皆さんに生で聴いていただけたら嬉しいなと。難しい曲やけどね本当にとんでもない曲やね。いやいやいや、とても、うん、そこはね、皆さんにその時はあの掛け声とかも入れていただきつつ、はい、やりたいと思ってるので、うんうん、ぜひね、あのケイブさんの方に音楽イベントまだあってあの連絡していただけたら嬉しいなって思うし、私もあのアンケートとかに、うん、書いてこっそり匿名で送ろうと思ってますが、はい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 、というわけでですね、うん、今回はコラボに伊沢さんをニコリンいただきました。ありがとうございました。関わらせていただいて感謝です。ありがとうございました。ありがとうございました。